はいどうもルリタマです。というわけで今回ユニコーンガンダムというわけで、相方がデスニー、相手が初代となんじゃろなダブルオースカイ。ユニコーンね、なんかまあ前作クロスブースト最強の機体というわけで、変更点的にはハイパーバズーカが一発になった、あと今なんかちょろっと撃った特角の構え撃ちが増えて NTD が格闘シーズンに移行しました。変な噛み方しちゃったけど、で振り向きアメキャンがなくなったねっていうのはみんなそうだから、そこも弱くなってるよという感じかな。まあね、 NTD はいつも通り無敵です。これ最強です。 NTD はアホほど強い、てかこれ弱いわけがない。発生の早いマグナムで2連射可能で、サブのビームガトリンが20連射っていうだけでも最強なんですよ。こんなん最強に決まってるんだけど、問題はこの状態なんですよね。通常時これがね、本当にきついね。後ろを向きながら逃げるのが辛い。なんつえばいいんだろうね、これって。振り向きアメキャンがなくなったことによって、やり返せないんですよね。後ろ向いてると。だから、ケツ向ける逃げがマジで弱くなった。こういう角度でアメキャンできるところは別にどうでもいいんだよ。なんか変わらないのね、あんまり。変わんないんだけど、ケツ向けてる時にアメキャンできないの辛いなっていう感じだが、相対的に生地がめちゃくちゃきちい。 NTD はバカ強いって感じ。まあいい次元強化になったんじゃねえかなって感じはするかな。本当に通常時だけだね、問題はね。通常時がめちゃくちゃ貧弱って感じで、新しくついた特角も弱えんだあれあれさ、かっこいい現場猫みたいなポーズでさ、マグナム打つだけでさ、そんな強くないんだよねあれ。バズーカが多分ね、一発になったから追撃用にあげるよっていう感じでもらったんだろうけど、そんな使うところなかったな。とっさに使えないしって感じかな。まあ、試合見ていきましょう。あ、で俺は V 角と S 角どっちも使ってたけど、個人的には V かなって感じはした。なんか S 角の試合もあるけど、まあ初代も落ちてて、スカイも落としたで、俺 V 角あるんで相手の覚醒に対して吐ければいいかなって感じ。ここスカイが吐きたそうに来てたけど、デスニーが止めてくれたんで OK。で、NTD も溜まってて V 角も溜まってるんで、ここは大丈夫そう。NTD が切れるまでは絶対に大丈夫でしょう。デスニーが覚醒して取ってくれて勝ちと。NTD は本当に強いんだよな、足早くて。てか、このマグナムね、多分発生13フレームだっけ ?14 フレームだっけ忘れたけど、普通のビームライフルと一緒だべ確か。普通のビームライフルと一緒で2連射するマグナムって文字面強すぎる字面強すぎなんだよね、本当にめちゃくちゃ強いこのマグナムだね。 NTD 中はね、マグナムポン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 ってやって雑にぶっ飛ばしていくっていうのがやっぱ強いですよね。着で2戦目、相手がビルドストライクとシャーゲ、で相方がフルセイバー。抵抗やりたくないなーって感じはすごいかな。自衛がね、どうしてもね、覚醒ぶつかると、NTD 中または覚醒があるんだったら、それが回答になるんだけど、じゃあ抵抗相手にもそういう回答しなくちゃいけないのが、まあ難しいかな。NTD 溜まってるんで発動していきましょう、NTD。可能性に殺されるぞ、バーナージー。ディゼルが強い。このままビルストリオマグナム押し付けたいけど、ちょっと変な動きしちゃったっすね。相方が止めてくれたんで、OK。マグナム2連射マグナム強え、やっぱ強え。これすごいよな。なあ、発生早くするマグナムってほんと強いんだなって感じるよね。なんか、通常時の撃つマグナムってゲームが変わってなかったら、いろいろ変わってなかったら多分、17フレームだっけ？だから3フレームの違いって人間感じるんだなって感じしたわ。確か17フレームなんだよね。で、普通の B ライが13か14。どうすっぺんな、これな。被弾しちゃって、まだ公営歩きなんすかね、俺は。どうすっかって思ったら、ここ照射もらうんで、もう爆弾しましょう。爆弾っていうか、行きましょう、もう。NTD、ぶち切れて1万円やっちまえ。V 角 NTD、バーガ早えバカ早え。リゼルから V 角射精、亡霊は暗黒に帰れ。いいね。亡霊は暗黒に帰れ、いいよね。映画で言ってたっけ？なんか小説のセリフなんだっけ？これって。亡霊は暗黒に帰れ。で、なんかあれだよね。小説って、あれ言ったら、追撃ガバガバ。デルタプラスの覚醒技もあれ、なんか、小説でやったやつの再現みたいなのを聞いたことがあるよ。が落ちてきて、フルセが触られたけど、ギリギリ止められて、耐久5。よかったね、セフ。シャゲも取ってもらって、ビルサこっち見ないんで、ここはタイムアップタイムアタックしましょう。フルセが覚醒。
起き上がりアシスト当てたけどダメだった、追撃でクアンタがやってるよーつって、フルセーバー今日もやってるよーつって、それ待ってくよーつって、来てくれて勝ちと。生地だな問題はな、本当にな。なんかマグナムーツの欲張んないで、本当にバックダッシュとかで画面端擦るくらいのレベルの方がいい気がする。というわけで3戦目、相方がレッドフレーム回じゃない、レッドドラゴンで、相手がザナドゥとエクストリームガンダム、バリアとサーフェイス。相手はあれか、ネクストリームネクストリームみたいな、違いや、エクガンエクガンみたいな。あ、そう、ここアシストあれあんだけ曲がると思わなかったの。まあリゼルを大事にするのが大事だなって感じはするな、通常じゃ。本当に雑にリゼル入っちゃうと何も起きないんだよね。相手の強化と俺の NTD が重なってどう動くか。まず先手は取られてって、マシンガン下格闘からマグナムと、本当にこのビーマシンガンも強いよね、これね。20連射で強よろけってすごいよね。低コスト死亡みたいな武装すごいよな、これ。NTD が1回切れて相手も強化が消えたと。相方のレッドドラゴンめちゃくちゃ強くて、ザナドゥ減らしてくれてる。OK、相方が取ってくれてて、ザナドゥ目一発で済んじゃった。こういう時に突角押せたらいいんだろうなって感じがする。はい、では、活性吐いて。レッドラにぶつかってるけど、俺のマグナムと格闘でなんとか取ってって、相方 C 角吐いて、CS からメインもらって結構いいダメージもらっちゃった。まあ、前に出ましょう。NTD 溜まってるんで、ニュータイプデストロイヤー。行きましょう。マグナムなーんだあれさ、結構曲がるのね、ザナドゥのあの弾。びっくりしちゃって当たっちゃった。NTD もったいね。V 角溜まってるんでそのまま攻めていきましょう。ザナドゥ落とせてたらそれでいいんすけど、マグナムから横角で OK。相方も疾風ザターゲリやってて OK。NTD 溜まってるんでデストロイしていきましょう。キュイーンデストロイ。あー、V 角マグナム NTD すんごいんだから。下角リゼル挟んで、ザナドゥの覚醒を吐かせることは成功。何が当たったんだこれは。分割で追撃できなかった。ていうか、相方のレッドラがなんか、あー、バリアントバカ減らしてるから、お邪魔しますと分割でぶっ飛ばしてってと。何があったあのレッドラ。レッドラ強。相方ゲーオブザイヤー受賞してるんだけど、これ。レッドラ強いのかな。なんかでも、この試合でしか見たことないんだよな。まだ見たことない。あの1回だけ。というわけでラスト、相方がライトニングガンダムフルバーニャン。相手が X2 回と初代。こういうキャラ相手にね、マイブしちゃいけないんだけどね。あの2機強いんだよね、弾がね。はい、はめられてる。X2 とかさ、初代とかダブルされるとマジできついわ。普通に弾が強い。LTD 発動、ビームトーンファー、OK。追撃はちょっとブーストなかったんで難しかった。起き上がり、ビームトーンファー、ビームトーンファー、2回入れ込んじゃったんで追撃ができない。ちょっと休めで寝かせちゃって NTD もったいないね。うん、メインバズーカもらっちゃって、NTD 中に仕事できたかって言われたら微妙な感じ。相方がめちゃくちゃ頑張ってくれて初代減らしている。ここも照射当ててくれて、NTD 切れたんでメインバズーカから覚醒、S 覚醒と。この試合だけかな、S 覚なの。あとみんな V だった気がするわ。マグナム連射して、マグナムマグナム、横サブマグナムと。生地のね、ケアはね、ケアっていうか、生地でも吐いて強いのは S なんだよな。いや、ここショットランサーマジ見えんかった。今でも見えなかったんだけど。早すんぎ。初代が近いけど、マグナムで取れるか。マグナム打たずに横角振ってった。あまりの蛮族。X2 の覚醒もらいたくないっすね。ガードできたんで OK でしょう。バズか当たったけどダメだった。S か書いて、マグナム横バズ。マグナムリロード入っちゃって、ショットランサー当たっちゃって。ちょっと次の覚醒怪しいんじゃないか。NTD。まあ相方落ちちゃったんで一回下がり気味で行きましょう。相方戻ってきた時に初代を減らせるようにと。マグナムからアシスト BD かけて取ってって、起き上がりはマグナム2連射がやっぱ強え。登りながら緑ロックなのに当たってる。攻撃範囲も出かけりゃ発生も誘導、なんか誘導と弾速もいい感じ。初代寝かしたんで攻めていきましょう。浮き攻め何すんの。上取って横角マグナム角と見えたんでガード仕込んだけどダメだった。 NTD もこの後たまらないんで相方に頑張ってもらうしかないんですけど、前ブーして1回 X2 寝かしてオーバーヒーだったのかな。初代マグナムで取れて OK と。というわけでユニコーンでした。NTD は地上最強の生物って感じするんだけどな。生地が本当に振り向きアメキャンなくなったから自衛どうすんのって感じがすごくて。で、バズーカ一発しかなくなっちゃって。前まで2連射できたやんな。横バズ横バズとかが。
ああいうのもなくなっちゃったせいで、なまじか、ほんとにきつい。NTD はマジで強い。なんかね、本当に次元強化って感じ。次元強化機はみんなこういうの見習ってくれって感じの性能してるかな。アメキャンだね。でもね、アメキャンが前向いてないと強くないのがちょっと難しいかなって感じ。まあでも、NTD は最強なんで、まだなんとかやれる。NTD でまくれないと、マジで何も起きない期待にはなったかなって感じかな。まあ真ん中じゃね。NTD が強いもん。というわけでよかったら、チャンネル登録とか高評価とかしてくれるとすごい嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。またね。